上のゴミ箱アイコンをクリック、ページ内の吹き出しを削除をクリックして、はいをクリックすると、そのページの吹き出しが削除されます。ゴミ箱アイコンをクリックして、ボード全体を削除をクリック、はいをクリックすると、ボードが削除されます。コントロールまたはコマンドプラス Z などで戻せないので注意しましょう。超絶簡単です。